皆様こんにちは大紀元ニュースです中国各地の大学生は学生だけを対象にした外出制限などのコロナ対策に不満が高まっています先々省の西安外国語大学に続き広東省の広州理工学院や安基省の合肥工業大学などの学生らもこのほど学校側に講義を行いました西安外国語大学の学生が9月20日夜 学校側の外出禁止措置に大声で叫んで抗議している映像がネット上で注目されましたこれを受けて、甲州理工学院の学生も9月23日夜、寮で大声で叫び、学校に抗議しました甲州理工学院4年生の町明さんは、大紀元の取材に対し寮の生活ごみはたまる一方で、ネズミやカナノが大量に発生し、ごみの悪臭に悩まされていると訴えました 調査によると、学生寮の各棟の各出入り口で、ゴミが散乱して1週間以上ままっていいると言います。寮1棟に約1000人の学生が住んでいるのでゴミ収集車は回収作業が全く追いつかない1年生の長生さんも各寮の前にゴミが山積みになっているのに学校側は対策を取っていない悪臭で吐き気が止まらないと話しました。 張さんは、この劣悪な衛生環境で健康被害が出るのではないかと懸念しています。中国国内では現在、映画館や図書館、カラオケ店などの営業が再開し、一部の地方政府は賞をまたぐ移動も認めています。広州理工学院の学生は、学校側がいまだに学生の外出を禁止していることに不満を募らせています。 町明さんによると、学校の教職員や宅配会社のスタッフは、自由に学校を出入りすることができる見せかけの閉鎖式管理だと非難しました。また、学生らは売店と食堂の大幅な値上げにも強い不満を持っています。学校側は、出前料理を取ってはいけないと決めた。しかし、食堂に行っていつも人がいっぱいで、料理を買うのに30分以上待たなければならない、と町さんは話しました。 学生らが最も不満を感じているのは、10月初めの大型連休で学生が4日しか休めないことだと言います。学生がこの4日間に規制なので、出かける場合、学校に事前に申請し、許可をもらわなければならないためです。一方合否工業大学の学生によると、9月21日学生らが寮で大声で叫んで移動制限に抗議しました。 また、西チワン族自治区の南寧師範大学や広東省の広東医科大学の学生らも外出が禁止されたことや寮の水道光熱費と食堂の値上がりに反発しました。